はい、それではスタートします。外側からこう入れていっても内側から入れていっても構わないんですが、私は今回ね、内側から置いていこうかなって思います。そしてこのガイドラインにこう沿うような形で入れていきますので、とっても簡単です。ですから使う材料をね、まず決めてしまえば、あとはねこうガイドラインに沿って載せていくだけなので、ちっとも何にも難しいことはないんですよ。そしてね、今ミニバラの花びらを置いてるんですが、自然のものですので、多少ね大きさや色にばらつきは出ますが、あまりねその辺は気にしないで、極端にね大きかったり小さかったりしちゃうとちょっとまずいんですが、だいたい揃っていれば大丈夫ですので、こう重なっていってもねあまり気にしないで、とりあえずこの中心の円のところに花びらのこの付け根のところを合わせて、そして線の上にねこう置いていきますね。とっても簡単ですよね。こんな感じでね、くるーっとね、一周しました。これバラの花びらですね。次に置いていく花なんですけど、こちらね、ベルガモットと言います。これもね、この最初に書いたというか、ガイドラインのところにね、一つずつ置いていきましょう。とてもね、形がユニークなんですよね。これがたくさんこの花びらが集まって一つの花になるんですけど、私この花の花びらがとってもユニークで面白いなって思うんですよね。こういう形がユニークな花って結構多いですよね。今回のね、このデザインなんですけど、押し花でマンダラ模様をね作ってみたいなと思って始めたんですね。マンダラ模様ですので、いろんなこうね柄が入って楽しくなっていくと思いますので、何の花でもいいんですよ。こう色合いを考えながらね、それらの花の持つ独特の形を生かしながら作っていかれるといいと思います。でとりあえずね、今回一方方向にしてますけど、皆さんでね試してみてくださいね。この花の場合はやっぱり一方方向でこう入れた方が入れやすいかなって思います。この最初に作った線のところにね入れていくといいですよね。でもやりやすいと思いますよ。だいたい花びらをね線のところに一個ずつ置いてみました。それでここの何て言うんですか、隙間のところにねこれをちょっと入れていこうかなって思います。これはね梅もゆり、皆さん梅もゆりってご存知ですか？梅もゆりの先端がねこうくるんと丸まりますよね。
あの葉っぱの先端が、そこのちょうど先端の部分だけをね、こう使ってみましょう。面白くね、くるりんってなるので、このバイモユリの先端の丸みがなんかね、面白いなって思うんですよね。で、大きく開いてるところにはちょっと大きめのを入れて、で、隙間がね、あの狭いところには小さめにくるんとしたものを入れてあげるといいかもしれませんね。面白いでしょ、これね。なんでああいう風に葉っぱの先端が丸まるんでしょうね。今度はね、こんな感じの、これはね、アサリナをちょっと入れていこうかなって思います。ちょうどこのね、あのベルガモットの、あの花びらがこう、口を開けたようなところにね、置いてってみようかなって思います。このアサリナはね、つる性の植物なんですよね。で、このつるの先端の部分はね、デザインでも結構小さくて細くて綺麗に使えますので、もしね、アサリナを押される場合は、お花だけじゃなくて、このつるのところもね、あの押しておかれると、いろんなところに使えると思いますよ。お花もとてもね、あの小さくて可愛いんですよね。で、このアサリナも、これは小さいタイプなんですけど、これよりも大きいタイプのものもありますよね。一回りどころじゃないかな、もっと大きなアサリナになってくるんですけど、そちらは葉っぱも大きくなります。それなので、私は割とこの小さい方のアサリナをね、よく使うんですけど、あのこぼれ種で毎年出てきますのでね、一度あの植えてあげると、あの重宝しますよ。はい、アサリナを入れたところですね。そして次にですね、このアサリナの脇にね、今度はイナロバータという花を入れてみますね。ちょうどこのアサリナとアサリナの間のところに入れてみます。イナロバータもあのつる性の植物なんですね。で、あの地植えにするとね、とっても繁殖力が強くて、すごくね、あのなんて言ったらいいんでしょうね、たくさん咲きます。で、うちはあの青肌の木に絡ませちゃったらね、あの青肌の木全体を覆い尽くして、あの高いところで咲いてましたよ。それはそれはね、あの綺麗でしたけどね。このお花もね、あの
形がちょっとユニークですよね。このつぼみみたいな感じのがこう点点点点となって一つの花なんですけど、これ開かないんですよね。なのでこうこの花は開かないお花です。この色合いがね、赤とあのオレンジとね、あの混じり合って色合いがとっても素敵なんですよね。それでこのお花も私の好きなお花の一つですよ。でデザインにも使いやすいですよね。こんな感じであのバラバラにして使うってことはあまりないかもしれませんけど、はい、こんな感じでね、だんだんこうね、あのマンダラができてきてますけど、さらにここからね、どうしようかな、何を言っていこうか。そうしましたら、ここの周りをちょっとね作っちゃいましょう。この線と線の間のところに葉っぱでも花でも何でもいいんですけど、こうね、輪郭になるような感じで置いてみましょうか。同じ形の、花びらか花を、葉っぱを使って輪郭をね、作っていきますね。ガイドラインがあるので、すごくねやりやすいと思いますよ。外側の線のね真ん中あたりにこう置いていってくださいね。はい、これでね、とりあえず外側のね輪郭ができましたね。そしてまたここからお花を足していくんですけど、多分ねこれレインボーファンっていうんじゃないかなって思うんですけど、このね綺麗な明るい黄緑の色をねちょっとここに入れていってみますね。輪郭に入れた葉っぱの境目のところに、こういうところにねちょっと何かを緑のものを入れてみようかなって思います。とにかく似たような感じでね入れていっていただければ、だんだんと仕上がってきますのでね、こういう葉っぱじゃなくてもいいんですよ。もちろん花でもいいですし、はい、これでね、だいたい全てのところに入りましたね。ただね、この辺にこう隙間がねありますので、そこをちょっとね埋めていこうかなって思います。今度やってみるのはこれですね。なんだかわかりますか？これね、ヒメウツギなんですね。このヒメウツギはね、姉のところに咲いていたのをねちょっと挿し木してみたんですね。ヒメウツギって挿し木で簡単につくんですよね。でこの次はね
裏側がこういう模様が入っていて、表っていうか花の正面は白いんですよね。だから後ろ側の方が可愛い器なんです。でこうしてね、ちょっと入れてみようかなって思いますね。これも割とこう同じ向きにね入れていってみましょうかね。はい、そうしましたらね、ここの最初のこのね、アウトラインのところに葉っぱと葉っぱの間にね、このアジサイを入れてみますね。このアジサイは中央が白くってちょっと可愛いアジサイになってますね。はい、これでアジサイが入りましたね。だいぶね、賑やかになってきましたよね。はい、そうしましたら、ここのね、空いている部分にこのね、お花入れていこうかなって思います。これね、名前が私ね、忘れちゃったんですよ。で、だいぶ前にね、押したもので、保管袋の中でね眠っていて、もっとね綺麗な黄色だったんですけど、こんなね焦っちゃった感じになってます。でもね、こういうところをね埋めるにはね邪魔にならないで、とってもね使い勝手がいいかななんて思ってます。こうしてねちょっとずつ入れていかれるといいかな。はい、そうしましたら今度はいよいよこのね真ん中のところに移っていきますね。ここはね私どうしようかなと思ったんですけど、ちょっとね黒クローバーとかを置いてみようかなって試しに置いてみますね。ここはね何か一つのお花をボンと置いちゃっても構わないんですけど、ちょっと私はこの中心のところに黒クローバーを入れてみますね。そしてね、ちょっとだけ赤いミニバラも入れてみますね。はい。このバラはね、本当にね真っ赤なバラでね咲いてる時も綺麗ですよ。素晴らしい赤い色をしてるバラです。そして中央にですね、私
赤の中に白を入れてみようかなって思います。これデイジーの本当に小さなデイジーですね。イングリッシュデイジーのもっと小さいのですかね。はい、真ん中はちょっとねこんな感じにしてみました。はい、それではねここでバイモユリの先ほどのバイモユリのね葉っぱをちょっと入れていこうかなって思います。これはね打足になってしまうかもしれないんですが、ちょっと遊んでみようかなって思います。最初に入れたお花のね上にかかってもいいかなって思いますので、ちょっとこうしてねデザインにちょっと変化をつけたいなって思いますので、ちょっと打足かもしれませんけど入れてみますね。あった方がいいかない方がいいかとね、わからないんですけど、とりあえず。はい、こんな感じですね。はい、それではですね、ここから仕上げていきますね。で、このガイドラインのね、この用紙はもういりませんので、代わりにちょっとね、厚紙を置いて、そしてね和紙でもいいですし、なんかこうねボタンの花びらとかを敷き詰めても構いませんし、それはねご自分のお好みでなさってください。で、私はちょっとねこの和紙を間に挟んでみようかなって思います。そして先ほど作ったこのデザインですね、これを載せます。はい、これでね仕上げていきますね。そうですね、周りをこう取ってしまって丸い額に入れてもいいですし、こういうね四角の額に入れてもいいかなと思います。それでこの四角の額に入れる場合なんですけど、四隅がねちょっと空いてきますので、何かね可愛いお花があったら入れてみてもいいかなって思いますよ。今回はね私はこの正方にするか円にするかちょっとまだ決めてないんですけど、もし正方形の額でやる場合なんですけど、例えばこんなね草ボタンみたいなお花をちょっとこう四隅にね入れてみても面白いかなって思ってます。こんな感じですね。皆さんね何かお好きな花をちょこっとねアクセントに加えてあげるといいかなって思いますよ。今日はね、押し花で作る、マンダラ模様をやってみました。いかがでしたか？ぜひね、ご自分でも、作ってみてくださいね。ガイドラインがありますので、とってもね、こう、入れていくのは簡単にできると思いますよ。で、ガイドラインのあの線はね、最後には外しちゃってくださいね。そうでないとこう、密封した時に線が見えてくると困りますのでね。ガイドラインの線は外すことをお忘れなく。はい、今日は以上です。長いことありがとうございました。